そろそろ来るんじゃない誰か。冗談怪しいっすよね。<laughs> 冗談の、特に左から1、2番目のこの2人。怪しいっすね。今回ありそうですね。どっちかね。レオセアラ、マイカはどっちかあるんじゃないか。さすがにカードか。ファンマーはね、どうかな。まフォーカスとかで出そうじゃないんだよな。さ誰でしょういや、フォーカス読んだ大事よ。 新、新スキルとか来ないかなおー。なさんほ、ゴミっす。おー。あー、コンちゃん来た。お、これさ、これピックアップ入ってないこのメンバーだったら。え、これ入ってるだろう。上田選手トップでしょ。え、細谷、上田細谷 高いところ誰がいるあと、岡村選手来たね。あーやっぱ来たか。やっぱディフェンダー強いっすね。結構言った通り来てるんじゃないディフェンダー外したとこ結構来てるやろ。主力どこ上田選手来たか。これ関川選手の方が来ると思ったけどね。まあ、上田選手間違いなくトップグレードでしょう。あとは、この中で見る限り細谷、岡村、うーん。 んちゃんゴミスぐらいこれピックアップ入ってるな絶対これ入ってるわ100%入ってるセレクトではないと思うでも95か495か4っすはい95か4入ってると思うさすがにこのメンバー入ってると思う結構緩くないなんかメンバーが今回うんさあということでこれ J2 いい選手来てる説あるなワンチャン さとということでちょっとここ一旦飛ばしますああフォーカスねはいはいうガチあとで見ていきましょうあっさこでしたね <laughs> あっさこでしたはいあ95ですねまあそうよなうんえゴミ数が9あちょっと待って誰が入ってないこれあれ岡村選手入ってないなこっち95か <laughs> 出世したなぁ。もうアビスパ出世だらけやん。マジ。ショートカウンター。あ、433へタクティカルか。面白いんじゃない面白いかもね。前線結構いい選手かけれる人ね。95だな。まあ、そうだよな。ピックアップ、セレクトに入ってなそうやもんね。さすがに岩崎選手いたから。長友95。まだまだ TSS は出ないなぁ、じゃあ。まだあと3年後ぐらいか。 ゴーケ選手かな ?94。やりましたね。仙台もちょっと調子良かったもんね。直近。さあ、上田選手。ソリッドガーディアン、ダイナムキン、インターセプト、空中戦、ボーナス戦、リレー。これあれだな。シーズンフォーカスで強いんかなでもまあ、トリプルスキルの時点でまあ強いとは思いますけど。うん。ゴミス。パイプとポストプレイ、ドロップシュート。ターンドリブル、ゴールハン。ポストプレイつくよな。うん。 まあ、トストは尽くっすよね。あのプレイやってたらね。うん。まあ、そりゃそうだと思う。うん。細谷くん。ライジングシュート、コントロールトラップ、ターンドリブル、ゴールハン。トラップ増えてきたね、やっぱね、CF のね。うん。まあ、これちょっと流行らしたそうだもんね。宇佐美選手とか見てるとね。うん。まあ、最近多いよね。まあ、これはいいんじゃないですか。うん。さあ。クレッセント株。を コントロールトラップ。音速。あ、これでもし、どっちかっていうとこれ、それなら、OMF か、あれだな。カットインかと思ったな、B。うーん、まあ、これはこれでいいんじゃないまあ、悪くはないですね。うん。 あ、来たか。ワイドレンジ、スティール、タックル。あ、まあ、長友選手はこういうの来そうっすよね。うん。これ TSS、TS とかで出るんだったらこういうのありそうっすけどね。うん。合計選手。ドロップシュート、タッチポイント、ハードチェイシング。まあ、悪くないんじゃないうん。岡村選手、93。ああ、やっぱチーム状況響くね。普通だったらピックやと思うよ。うん。でも強いね。さすがに。<laughs> 入ってないけど強いね。ソリッドガーでヘディングレインターセプと強いね。うん。 ははい、はい尾長選手79低いな石原君も83低いねナサンホ92、まあ、これはね確かにこれぐらい行ってもいい気がする匠みなフィニッシャー高精度ミドルシュートテクニカルドリブル加藤輝選手79うん畑選手89ガーディアンインターセプトヘディングクリア守備型かなるほど鈴木選手87巧みなフィニッシャー危険の動きボレーレオ・ゴメス89高いねトルクモタインターセプトフィード悪くないんじゃないこれ 要素まあいいんじゃない内田選手86。ガーディアンインターセプトヘディンカット。守備寄りね。ディフェチどうなんだろうなセンターバック適性多分なかったと思うんですけどね。まあったっけなあったっけどうなんだろうね。松田天馬選手。レールパス、チップパス、ハードチェイシング。なんかもう、ここは松田天馬選手といえばこんな感じよね。<laughs> なんかいつもこの感じ。まあ、パス2種か、チェイシングかみたいな。 なんか3種あるんだったらパスにチェイシングの意味ージ結構ありますけど。うん。どっちが上来るかみたいな。山下選手84。おー、意外と低いね。もう85超えてそうやけどね、普通。西尾選手 90. ガーディアンインターセプトスペースへのフィード。まあいいんじゃない代表のやつと、まあセレッソでもクラブリンクあるんだったらこっちの方がいいかもしれないけどね、さすがにね。うん。ホンダ選手91。いいっすね。サイドのカリウドヘディングクリア、インターセプト。 あれ、サイドバックなの今。センターバックじゃないんだ。でも、ディフェンチは高いんじゃないさすがにね。うん。中野選手8 0も低いね。横山選手80。うん。もうちょっと低いね。まあ、出るのが早すぎたって感じかな。藤山選手91。おお。ダイナミックに出すべてハートアータップヘディングクリアもう、ね。いいね。やっぱ相変わらずいいね。でも、藤山選手ってなんか毎回、レギュラーも限定もいい気がするわ。うん。安定してるね、やっぱ。 石田選手88。空中戦ハンドタックルパスカット。ディフェ20%。ディフェ値高いんかなどうなんだろうね。松原選手86。シュートセーバー制空権。後方からのビード。水戸結構ゴールキーパー多いね。<laughs> 水戸ゴールキーパー多くない春菜選手から出なかったっけこの前。1個前もキーパーいなかったっけちゃなかったっけな多いな。アイスマイラ。異次元じゃん。異次元音速、ストライカー、ボナーセンオフェ。いいんじゃない ?85 の中で当たり臭いな。 佐藤亮選手87。ドロップシュートタッ,タッチフェイントビルドアップ。群馬もちょっと持ち直してきたんじゃないここら辺で出だしたってことは。うん。主力出てきたしたね。千葉、ドゥル選手。ドロップキラーパスチッパス。ああどこで使うないのま、し、シャドウっぽいね。うん。まあ、まあ、でも使い方で言ったらウィングでもなくないね。まあ、広い範囲で使えそう。市川選手87。シュートセーバー制空剣飛び出し。まあ、市川選手も結構安定してるよね、今年ね。うん。 もうずっとゴールキーパーしてるイメージだもんね。飯田選手76。ライト剣周りね、うん。原選手88。ダイナミックインターセプト、ハードタックル、ヘディングカット。うーん、まあ守備よりね。サイドバックっぽいんかな。原選手ってね、去年のフォーカスかなんか結構後ろの方出てましたけど、ディフェンスもあんまあったんだよな。後ろの方で出たからかもしれんけど。うん。山原選手ね。あーよく見るね。藤枝、センターバックね。竹内選手82。 田辺選手86。レノハもやっぱいいね。ガーディアンロングシュートパスカット。ちょっとつですけどね。あ、来ましたね。ホステアウレリオスアレス選手92。ダイナミックセーバー1対1。制空権。ディフェン20。うん、まあ悪くないね。菊池選手78。米田選手92。ワイドレンジクロスは来たね。チップパスインターセプト。うん、まあいいんじゃないこう確実に攻撃寄りでしょうけど。えー、佐藤選手。 85鉄壁のテリトリークイックセーブ、後方からのフィード。まあ、ちょっときついね。であと2人75。小井選手とか結構試合出てるイメージあるけどね、星選手も75。うーん。まあ、ちなみにゴールキーパーの鉄壁の番にはさすがにいないかな。てか、グレード高いとかあんまいないか、キーパーは。そんないないね、今回ね。外してきてるね。ガーディアンの影響かな。 まあでもやっぱガーディアン漏れた主力のとこはちょこちょこやっぱ来てるね。うん。来てましたね。はい。ということで。まあ、全体的にざっくり見てですけど、うん、まあまあまあ。めちゃくちゃ当たりとは言えないと思うんですけど、まあまあじゃないですか。まあまあぐらい。うん。まあ、僕的には嬉しいです。ア <laughs> ビスパー待遇良くなったね。ちょっとしたらまた悪くなりそうすけどね。最近ちょっと怪しいんで。うん。 こんちゃでで95いくようになった。うわぁ。出世したね。普通に純正とかで戦えるレベルじゃん。うん。あと TSS サイクれば <laughs> はい、ということで。うん。まあそんな感じでした。まあタクティカルもまあこれは 343B がついてくんだ。これはまああれかな。去年出たやつとかかな。俺のタクティカルもね、まあ 433円使ってる人からしたら欲しいんじゃないかな。まあいいっすね。CF も20上がって、オフェ20。OMF もオフェ上がる。センターバックもディフェアある。ゴールキーパーディフェアある。結構いいっすね。どこにも触れるね。うん。ということで <laughs>。まさかね、上田選手ピックか。上田ゴミス、細谷予想しにくいな。いやでもこれ出たらね、僕ストライカーないと思うんだよな。細谷選手ここで出るならストライカーなくないか。 誰が出るの歌詞は木下選手が出んのまたそんなことあるか <laughs> ここ差し置いてあるまあ川崎とか全然あると思う山田新選手とかねうんなんかちょこちょこフォーカスでストライカーがなんか例年より多い気がするけどなそんなことないんかなまあでも結構あでもまあストライカーでもおかしくないな ストライカーでもおかしくはないっすね。このメンバー見るとね。うん。はい。という感じでした。まあ、あとね、また細,細かく、あの、一人一人チェックするんで。お願いします。さあ、ベストゴール、ちょっと見ておきましょう。古川選手。まあ、予想通りですね。うん。まあ、縦取り、カットインでシュート。あ、ウイング適正ついてるやん。これいいですね。増やしてきたね。急に当たりカードじゃん。これ全然強いんじゃないうん。 田口選手。まあ、やっぱそうっすよね。シュートスキルはこっち回って、やっぱ3種ある。あー、3種来たね。まあ、最近はもうこうするんだろうね。うん、もういいんじゃないですか。僕こっちの方がいいと思うけどね。もうこれ固定で。うん。だって、この前のシュートもあれつけても、スペクタクルループ扱ーいになってますけど、ま、あ近距離しかつけようがないからね。うん。タクティカルインター空中戦ピンタクか。まあ、まあ、いいんじゃないか。中盤だったらステール強い方が良かったりする場面もあるんで。 まあ、当たりだと思います。はい。ただ、さすがに僕、厚さぽは走れません。多分無理です。さすがに無理だな。うん。ということで、ちょっと開封していいっすか。うん。あ、開封する前にちょっと待って、他のやつ見落としてないかだけ。特にないね。OK ね。OK ですね。はい。サマーキャンペーンも何もないよね。あれちょっと待って、もう一個あるな。 あ、ミッションがあるのか。あー、これね。ありがたいですね。うん。厚さト版のミッションね。まあ、エンブレムの厚さぽ版なんで、まあ、多分、ステージ何エリアクリアしようとかそういうのじゃない多分。あー、で、厚さぽちょっと見とかないといけない。ごめん忘れそう。<laughs> ライブ忘れてました。はい。ということで、集まるサポーターね。何が変更されてるんかなエリア増えたりとかまたしてるんかなえー、コインが追加されましたと。はい。えー、あ 20、15ね。はいはいはい。まあ、それなりにって感じですかね。で、あとミッションとかがありますよ。あ、いいっすね。あ、しかもなんか追加でミサンガまであるやん。これもいいね。420万でお気に入りクラブグレード80以上。で、ミサンガ代が450万。まあ、まあ、どうでしょうね。まあ、それなりに届くとは思うんですけど。ちゃんとやれば。うん。まあ、どうですかね。まあ、狙ってほしいね。まあ、ここはしっかりね。 <laughs> で、勲章。あ、ハングリー、ハングリースタジアム増加してるんだね。えっ、ー、と、2個増えてんのかなおそらくですけど。2個増えてると思います。はい。スペシャルもこれ1個増えてないじゃあオッケーあれこれスペシャルも1個増えてるような気がするけどな。ハングリーだったねハン。スペシャルいつも2個ないよね。1個だよね。もともと。なんかもうここら辺さ、あの、 暑さポってさ、大体その、なんていうんかな、あの、ステージの追加入りすぎて、元が何かをあんま覚えてないんだけど、うん。基本入ってくるからね。まあまあまあ。あ、これもいいね。まあ、累計とか目指す人からしてありがたいですよ、これ。デイリーのスタジアムグルメ増えるの。PP 使わなくてよくなるからね。ということで、まあそんな感じですかね。まあちょっと後でまた、少し解説だけはしとこうかなと思いますね。はい。 ということで、まあ、ちょっと開封させてください。はい。結構あるんですよ。85件もね、4枚ぐらいあるんです。はい。じ行きましょう <coughs>。緑っすね。まあ、ここで緑引けよ。あ <laughs> んだけいっぱい引いてきて。ここで黄色バンバン出だしたらさすがにおかしいからな。うん。これだけ言っときます。<laughs> これだけは言,わ言っとくけどね。おかしいよね。もう緑出ないとな。 ま、19枚しかないんで、も1枚に出たらいいんやけど、1枚出ればいいっすけど、そんな寂しいこと言いたくないな。2枚ぐらい欲しいっすけど。僕、ボックス空いてんのかな、そもそも。これ引いてるけど。空いてるっけ空いてないかもしれない。いや、95か。 まあ、月末勝負っすね。うん。で、しかも、まあ、初心者ガチャちょっと引きやすくなったな。あと、松の限定が誰かによるんですけど。ありだね。まあ、コンチャんの90欲しいっすね。さすがに。しかも、ドリブル画面あるんで。あ、ドリブル画面あってもダメか。トラップか。トラップスキル持ちで前組んだらどうなるんだろうな。 受け放題ボール <laughs> ボール受け放題なんですかね来ないでおい来ないじゃないかおキラーだぞじゃ誰や <laughs> 持ってます <laughs> 旗野選手持ってんだよキラー持ってます そういういじゃなくてさ緑蹴ろうよ緑緑蹴ってよいや来ないね最近なんか三木選手のレギュラーめちゃくちゃ出るなこの顔面ついたんだよなあんまセンス減成しなくていいんだけど強いて言うのはクラちゃん用に寄せるならキニピアと一個欲しいけどな 必ずガチャ券仕事しないねしないね <laughs> まあさすがにこの枚数じゃなうんちょっときついとは思ってますけどどうにか一発ないね いや、来ないな餌、餌的にもちょっとイマイチだなもうちょっと頑張ってくれないか。<laughs> ほら、出た始まった絶対そうこのゲーム本当に。始まってるやんまたほら。始まったぞ。は <laughs> は暴いてやろうかな、本当に。統計取るぞ、マジで。うん。絶対おかしいこのゲーム本当に。 絶対その違う方が出やすくなってるよな。毎回毎回。絶対先にそっち蹴るよ。たまたまなのかな毎回そうやけどね。溜めた時今回でいう黄色を蹴るんだよな。<laughs> 邪水しすぎすかたまたままあ、でも一発し、まあ、一発でも一発蹴ればな。さあ、85件。 頼むきあの緑来くれ緑いやー緑欲しいな緑森選手、はい、森選手まだ怪我してんのかな出てる試合出てないよねいやー来ないなーなんかせめて素材のいいやつ 横浜牛祭りじゃないかな。横浜牛祭りやめて。うん。アビスパにしてくれ。うわあそこの、あの、腹立つ、あの、わかるあの、蹴れないところにいっぱい固まって見えるのめっちゃイラっとくんだよな。お前どうせ引かせる気ねえだろ、つって。来たあったわ <laughs> すまん <laughs> ごめんごめん、こないさすいませんでした。冗談冗談。嘘です、嘘です。そんなことないです、嘘ですって。ジョークです、ジョーク。 あ内田選手ね、特効的には美味しいですよ、多分。餌持ってるんで。まあいいでしょう。<laughs> ごめんって。冗談ですやん。うん <laughs> 引かしてくれますやん。まあまあ、一枚引けたらいい,いいな。まあまあ、良かったっす。はい。まあいいでしょう。<laughs> 普通に出るんかよ。うんごめん、ごめん。ちょっとなかったことにしてくれ。 内田選手はね、若干持ってますね。特攻は。はい。若干、ママるんじゃないかこれ5とつ分ぐらいあるんじゃないかなないんかなキラーもあるし。<coughs> まあ、1枚取ればいいよね。前、前回。前回に比べたら大出世ですよ、これは。うん。大出世。沈んもく。 沈黙だ、沈黙だね。うん。もう文句言えないわ。ちゃんと一枚くれた。普通に優しかった内田選手って顔面なかったっけ確か。ほら。うい。ディフェッチ高くはないんかなえ、これ普通にサイドバック、ディフェ要因でありだけどなお結構いってるやん。ごとつ。いいね。 しかもいいとこ引いてるやん。特攻上がるためには。もうね、残してましたからね。信じて。うん。信じてというか、信じてというのは正しいのかわからんけど、あの、名古屋一時聞いてた時あったからな。<laughs> 何のためか忘れたけど。わ、なんかこっちにもついてるやん。ちょっと待ってこれどうしようかな。スタミナタイプ。いや、B スキル強化は、 いるかいらないよな。でもディフェ、でもディフェないんだったら、これでいいな。どうしようかな。スタミナ。スピードもまあまああるけどね。スピードにしようかな。うん。これでいこうか。これでいいよ。はい。OK でしょ。まあ、ついでに、もう一つしとこう。なんとなく <laughs>。ちょっと楽になるために。じゃ、もう一つやっとくわ。厚さポってレベル上げたらあれでしたっけ 分からなくななくるよ厚さポールってレベル関係あったっけ特攻にあんま上げたくないですけど今838かちょっと上げてみるか確か上がるよね確か上がると思うんですよ確かねディフェンダーでいいんやっけミートフィルだか さあ、ということで、皆さんは、貯めてたガチャ券引きましたでしょうか貯めてる人がみんないるとは限らんけど。うん。まあ、この整理は後ででいいや。うん。さあ、ということで、厚さぽはね、まあ、そんなにね、あれですよ。あの、あんまり深く考えなくても、まあ、いいんじゃないかなっていう。まあ、その、ど、どこを目指すかにもよるんですけど、あ、ちょっと上がってるね。特攻ね。 レベル関係ありますね。ちなみに、あの、忘れてましたけど、レベルは上げた方が得分か上がります。厚さポは。まあ、ランキング目指すんだったら、まあやっぱり BP 消費がどれぐらいできるかとかにもよるんですけど、まあちょっと無理したくないという人もいると思うんで、うん。まああれですけど。まあそうね。<laughs> 普通にまあ、ライブ走る人よりは、どっちかというと、累計取りたい人が多いと思うんですけど、累計取る分にはね、うん まあそのフードに関しては、まあ、7日間しっかりみっちりやるんだったらかけてねまあある程度、まあ、そんなになんか神経質にならなくてもまあ余る傾向にあるんじゃないかなと思うので、まあ、例えばその使い道としては、まあ、下の段の方の、えーまあ、隣り合わせとかの、えーまあ、旗持ちにできるんだったら交換してで上で挟み込んでいくためのその土台作ったりとかあとはハングリーコアシャツ持ってるあのサポーターねあ,あのもじゃもじゃなやつね。 あれを交換してシャツをしっかり手に入れていくとか、あとはもうその交換先に、あの司法にね、司法にギフトを持ったあのサポーターがいた時に交換して高級なギフトをもらうとか、まあそういったのでも普通に使っていけばいいんじゃないかなっていう、うん、感じです。ただそのライブ走る人によっては、そのどこまでその交換を追っていくのかっていうのは一つ、まあその余裕とかによっては変わってくるかなと。 で、BP に結構余裕あるんだったら、まあ、そんな、同じようなやり方でいいんだけど、ない人であんまり消費したくないんだったら、そのギフトはちょっと我慢するとか、まあ、そういった立ち回りは多少求められるところはあるかなと、は、まあ、思いますね。うん。まあ、だからそこだけちょっと気をつけてもらったらいいんじゃないかなと、は思います。はい。ってぐらいでしょうか。まあ、そんなもんだと思います。これいくつ、これどうしようかな。ここまではもう上げなくていいかな。上げなくていいかな。うん。